今回紹介するのはこちらのですね、クワトロガッティのパイソンレザーベルトです。こちらですね、色が、ブラックのベルトに、金の箔を乗せている結構変わったカラリングになっています。帯の部分が日本製で、バックルはイタリア製となっています。ただのね、無地のブラックだと結構シンプルすぎるなという方には、こういったちょっと変わった手法で染めているこちらのデザインがおすすめですので、こちらのベルトはですね、今履いてるこういったグレーのパンツに合わせてもいいんですが、オーソドックスなこういったブルージーンズにも、もちろん合いますし、こういったですねホワイトのデニムに合わせると結構このベルトの色ですね、この黒と金の色が結構映えると思いますので、そちらやってみるとかっこいいと思います。